煽りつつやっていこうかなと。ザコが煽んな。はい、下手くそー。こいつの実況おもんな。でもないですね、こいつ。こいつの喋り。おもんないね、ボケしね。歌ずれてもうてに、このチャンネル潰してよかったー。はい、どうもキュンです。なんとですね、バウンティ実況者の中で、クソ陰キャチー牛実況者を見つけたんで、今日はそのクソ陰キャチー牛実況者の実況を実況したいと思います。で、そのクソ陰キャチー牛実況者が誰なのかっていうと、はい、あの昔のキュンさんなんですけど、まあ名前伏せますけど、キュンさんね、あの肉キュンっていうチャンネルの前に別の名前でね、チャンネル作っとったんですよ。で、そのチャンネルでね、あの活動しとったんですけど、全くチャンネル登録者が伸びんくて、まあ純粋にね、あれっすね、面白くなかったっすね。で、しかも、バウンティ1周年の時のね、貴重な映像がいっぱい詰まってたんで、まあ今日はね、クソみたいな実況やってたキュンさんの動画をね、皆さんにお届けしたいなと思います。ちなみにね、察しの通り、煽りスタンプ無茶使ってます。キュン玉ガランガラン。肉キュンのホラーゲーム、肉キュンベーター。こちらでは普段見れないキュンさんがたくさん見れるよ。みんなチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネルの URL を概要欄に貼っておくよ。めちゃくちゃ怖いからキュンさんと一緒にプルプル震えようね。やっとね、アニバーサリーバウンティーフェス始まりました。もっとハキハキ喋れや。待ち遠しかったんだけどね、今回黒ひげがメインとなっているようで、いろんなイベントね始まってます。これクソチーユ5500円、運営めっちゃ飛んだこれ。まあ、今日のために212個まで言うて、そんな溜まってへんけどな、212って、まあ、皆さんね、これが初代超絶学者ですよ。ステップアップ、あ、これ超懐かしい。ステップアップ、ステップアップ、見失いすぎやろお前。ステップアップガシャもう、ね、無料あるってやばない、こうかな、無料あるにゃお。この時のガシャ一発目で出たら気持ちいいよ。初代、はい、初代演出、ヘルメットが出ました。いやいや、まだまだね、まあ、最初だいたいこういうの当たんないからね。こいつの実況おもんな。いや、倍率もやっぱさすがに一番高いもんね。よし、何がおもろいんこれ。よしよし、行こう。もう2体ぐらい1回のガシャでバーン出てくれたらね。もうこれ完全に声変わり前ですね、キュンさんのね。なんやろね、なんか誠実そうに見せとるよね、これ。猫かぶってるね、完全にキュンさんね。なんか声のギア2段階ぐらい高くしとるもん。もうコーラばっかり増えていくわ。よし、どんどん行こう、どんどん行こう。全然でんやん。爆死しろ、ボケ。全然でんやん。無料って、俺そんな無料でいい引きの思いがないよ。カイドウと黒ひげ、かーこいつの配信おもんな。あと82個あるからどんどん引いて、ちょっと黒ひげダブりたいな。確定、サンジ君はいらん。あ、コメントもおもんな。このサンジはいらん。お前の実況がいらん。もう一回頼む、来い。コンテアホた。ブルック率高ない、めっちゃブルック率高いやん。そら再生数伸びんわな。でそんなことも駆使して、ガンガンチャレバトやっていきたいと思います。リーグじゃないんかい。で、まあ、開幕どんないマジで意味わからんからな、お前。とりあえずバンドでいいか。なあ、未来のお前がそこにおったらボッコボコにされんぞ、クソだ、めちゃめちゃ、煽りつつやっていこうかなと。ザコが煽んない。だからザコなよ、お前。あ、皆さん、ちなみにね、引くほど下手くそです、この時のキューさん。そうね、ちょっとこれ、離れててもすごい吸い込めるよ、こうやって。な、見たらわかるよ、すごいこれ。めっちゃ遠いとこから行ける。おお、やっぱ強いね。喋り下手。鳥肌やばいよ。時間経つと黒ひげ所有者がすごい多い。あ、これちょっと見せれないんでね。茶色の黒ひげ半端じゃないな。至るところからゼハハハ聞こえるかな。おもんないね、ボケしね。やっていくわ。うら。いやー、でもね、まだみんなやっぱ黒ひげ慣れてない。お前も慣れてへんやろ。自分のたまにミスは大体なんかもう通常はもうめっちゃ下手ね。今のもピタ止まりすればよかったしさ、なかなか、ね、通常も3回打ち切っとんのかも、なんかちょっときついね。
で、これ、これなんですよ。雑魚のくせに煽んなくて、まあ、つまりそういうことですよ。あの、未だにね、ドンマイとかで煽ってるようなやつは、こういう感じで、雑魚で、強いキャラ手にして生きてるだけのカスなんですよ。まあ、逆に急な実体験あるんで、説得力あるっしょ。本当にそうなのよ。まあ、マジでただの生きりでしかないから、はい。バンドマンカットしました。自分うまいと思ってる勘違い野郎だからね、これ。いやー、キュンさん、このチャンネル潰してよかったー。吸い込んでボンと。幼稚園児みたいな表現。何吸い込んでボンって。背中向けて、これな、めっちゃ当たるんよ、これ。でもちょっと見とってくださいね。はい、謎の攻め。どんまいおっしゃる。この時間帯に謎の攻め、取れもしなかった。謎の攻め。やばない。いや、ってな感じで、当の本人はやっぱね、気づかないんで。マルコ。X とかでね、まあ、いちいち晒したりしない方がいいと思いますよ。あの、本人分かってないんで。優しく教えてあげた方がいいかなと思います。まあ、この頃確かにキュンさんも立ち回りとかよく分かってなかったもんね。この黒ひげで初手裏取りとか言っとったしね。で、なんか自分が上手いと勘違いして、とにかくなんか煽るみたいなね。あ、まあ、それもあの動画上だけでやっとったのはあるけど、それ。それやった方が面白いんじゃねえとか思ってやっとったところはあるけど、まあ、改めてこうやって見ると全然面白くないですね、こいつ。こいつの喋り。なんか、分割みたいな喋りしかしねえ、さっきからな。なってくるの。それも思んないね、アホ。なんか、やっとることゲスなくせにさ、謎に喋りは誠実そうにするのがちょっと腹立つよね、これ。なんでお前誠実そうに喋ってんの？なんで声のギア上げて猫かぶっとるの？なあ、素のままでいいんだぞ、お前。いやー、オッケー。二人一気に吸い込むとめっちゃ気持ちいいね。もうこれ吸い込むとめっちゃ、お前よくこの動画アップしたな。どうすか皆さん、いっぱいキュンさんが今だにこんな感じで配信しとったらチャンネル登録してくれましたかね。よしよし、じゃあちょっと前進しようかな。キュンさんやったらせえへんな、こんな配信じゃ。ただのドンマイチ。下手くそのクソザコドンマイチ。今の肉牛チャンネルで言う、あのキュンさんに粘着されてボコされとるやつを演じとるわけだ、これ。何も需要ないよな、そんなやつのチャンネル。エースもまあ早いけどね。まあただ環境が懐かしい、ね。早いけどペースつかめばもう。やっぱエースマルコが当たり前におるという、この環境がすごい。あい、下手くそ、死んじまえ、お前な。どうかしとるやろ、このクオリティで自分が伸びようとしとんの。恥ずかしいわ。どこ行くの、 S ちゃん。こっち来てよ。おまけついてきたな。ガチきしょいわ。これ見るに耐えんな。ちょっと思いさ、煽りさ。今ここまで見てくれてる人どれだけいるかわかんないけど、ありがとう。ありがとうございます。未来のキュンさん、代わりに謝ります。はい、すいません。いやー、めっちゃキルできるな。これ、リーグで使いこなしたよ。なんかすでにレベル100のやつとかあったけども。なんぼほど課金しとらんのってぐらいね。おい、4年後のお前、3ヶ月で数十万いっとうからな。10回11連のやつやっても危険勝った人とかおるみたいな。お前、天井まで回すのがデフォルトになっとうけどな。やばいよ、ね。お前がな、なんでトーンそんな暗いの？闇が深いね。黒ひげだけに。おもんな、一つだけ間違いなく言えること。猫は被らない方がいいっすね。絶対に。猫被るというか、変にキャラを作ろうとすると、こんな感じで変な風景。一発吸い込んだら終わり。葬式みたいになっちゃうんで。距離取って、あ、吸い込み合い、吸い込み合い。こっち来ました。で、今、キュンさんがこだわってる、その動画のオチというか、最後、ちょっと見とってくださいね。なんていうか聞いとってくださいね。いいね、よし、MVP。自分2位にしたいね、これ。おらおらおら、できねえ。と、まあ。ぜははは、みんなでしましょう。きつすぎだろ。で、こっから先なんですけど、キュンさん最も黒歴史としてる、あの動画をね、今から流しますと。で、まあ、正直ね、そんな見てほしくないんすよね。多分ね、アホみたいに鳥肌立つと思うんで。まあ、それでも見たいっていう人はね、あの、自己責任でお願いします。それではどうぞ。本日は、スペシャルゲストの方にお越しいただきました。ハワイアンシンガーの小錦さんです。どうも、隣の柿はよく柿食う客だ。コニちゃんでおなじみの小錦です。なんで小錦やねん。ワンピキャラのモノマネから入れや。何いきなり小錦って言っとんねん、お前。あれ、僕が歌ってるんだよ。ではみんなで歌ってみましょう。ミュージックスタート。ボイパとかも意味不明やから。
でも我ながらまあまあできとるのがちょっと腹立つ。キモいわほんまに。歌ずれてもうてるやん。この気分はピンクのステップ空へと手を振り地面を鳴らせばハッピーになるラッキーが来る Hey Kobe Step ブン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 ブラッドはみんなが下そうこれ以上無理。